今やってるように、うん、ちょっとこう眉間のとこ指引っ掛けて、うん、ぐーっとこう頭頂の方に押し上げると、うん、で30秒ぐらいとか、うん、ちょっと長めにこれをキープしていただくと、うん、抑うつとか鼻づまりとか、うん、頭痛とか、うん、目の疲れとか、うん、いろいろこうそういう不快症状を和らげることができるので、あ、いいですね。いいですよ、覚えておくと。だってそれってなんか自分でどうこうできないですか、ね、そうそうそう、違うかもしれないですけど、うん、なんか環境を変えることによって、うん、そう気持ちも変えるみたいな。自分で完全に呪われてるって。そうですね、そのなんかだから呪いのね、こう循環に入ってしまうと、そう、ね、自分ではなかなかどうにもできない。なんかその感動とかもしなくなりますしね。あ、確かに。そうだから思いっきり痛い思いとか、をそれをしかもなんかありがたい人にやってもらうっていうか、うん、なんか多分それお母さんとかじゃダメで、確かにお母さんがやっても何やってんだよみたいな感じになっちゃうけど、うん、そうなんか名のあるお坊さんがね、なんかこう厳かにやってくれることによって、あ、そうですよね。そうなんかそのプラシーボ効果っていうかね、お医者さんが出す薬みたいなもんで。特別な環境に置いてそういう目に遭うっていうことで、うん、そうなんか切り替わるみたいな。確かに。そう思うとなんか医学屋でもそういう時期を始めた、はい、ちょっと成功しそうな気がしますよね。呪い落としますみたいな。でもこのうつ伏せで今ちょっと一通りやった感じですけど、足裏とかはまたあれでやりますけど、うん、ちょっと一旦この基本のちょっとうつ伏せをやった時点で、はい、あのお背中がどうなったかちょっと 見ましょうか。一回座っていただいていいですか。はい、はい、じゃあそちらに足出すのやってみます。はい、はい、あ、どうですか。なんか、はい、呼吸が深くできる。あ、はいはいはい、ずっと頭が軽くなったのと、はい、いや、あのあれです、あの女優の生き量が取れた感じ。生き量取れた。よかったよかった。今の時点でもちょっともう姿勢も違うし、顔色も明るくなりましたね、はい、ほっぺたが少しピンクになって、ね、来た時すんごい顔白くてちょっと悪夢も見たし、そう、めちゃくちゃ疲れてた感じだったんですけど、今なんかだいぶその普段のママさんぐらいになってきましたね、はい、出ちゃって顔が頭がだいぶ前に、今自然体ですよね。なんか余計丸みを帯びて丸みがすごい出てきちゃってるから、まあ、これもちょっと改善したいですね。今ビフォーということで、はい、はい、以前の。じゃ今度仰向けになってください。はい、はい、膝下入れましょうかね。少し上げてあげてください。はい、痛くないですか。ちょっと痛い。ちょっと痛いですよね。左の方が
上がっちゃってますね。なんかシーソーみたいな。なんかね、つられて動いちゃうみたいになってますよね。ちょっとトークセンター叩きます。痛かった。すいません。あ、そこ行った。痛い。これもちょっと歪みが出てますね。そう言われれば、そういえば。嘘。はい。鼻詰まってないですか？詰まってます。そうですよね。なんかこの辺鼻の周りがちょっと腫れぼったい気もします。あら。痛い、くすぐったい。ああ、分かりました。耳も、耳嫌ですか？大丈夫ですか？ああ、気持ちいい。気持ちいいですか？ここをあの上に上げる、今やってるように、うん、ちょっとこう眉間のとこ指引っ掛けて、うん、ぐーっとこう頭頂の方に押し上げると、うん、で30秒ぐらいとか、うん、ちょっと長めにこれキープしていただくと、うん、抑うつとか鼻づまりとか、うん、頭痛とか、うん、目の疲れとか、うん、いろいろこうそういう不快症状を和らげることができるので、あ、いいですね。いいですよ、覚えておくと。いや、足ちょっと寒いです。あ、暑かった。暑かった。どうですか、押されてる感じ。あ、いいです。気持ちいいですよね、うん、あのストレスがかかると、うん、やっぱ険しい顔になっちゃうんですよね。そう、絶対もうなんかマッサージされてって、イライラする原因やっぱ体の不調だなって思った。なんか元々のきっかけはそういう対人的なことだったりとか、うん、なんかまあそういう、まあ、経済的なことだったりとか、うん、だとしても、もう本格的にそれが抜けなくなっちゃうのってやっぱ体が弱っちゃうからなんですよね、うん、体がしんどいと食べても美味しくないとか、うん、寝ても、あ、確かに、寝れない人がやっぱこういろいろどっかしらいつも痛いとか、そういうストレスが出てきちゃうので、うん、